Authorize. Probe Rise. Top Beaker Rise. Rising Hopper. A jump to the sky turns to a rider kick. こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、ソド AI08 ヒューマギアです。はい、ついにね、この僕はこれをね、かなり待っていましたが、ついにね、ヒューマギアがラインナップされましてですね、今回こちら2箱、ボックスで買ってまして2箱ね、入ってましたので、最初はね、2箱で1つだと思ってましたが、1箱で完成するということなんで、これ2体作ってですね、この通常の状態と、暴走状態をね、作ってみたいと思います。暴走状態といってもですね、このね、ヒューマギアが滅亡人雷に、絶メライザーをですね、取り付けられて、で暴走して、マギアになって、でそれが、他のヒューマギアにね、こう触手みたいのを出して操るわけなんですけども、その時にこのね、滅亡人雷ネットに接続した時もこのね、赤くなったりしますが、でさらにこうヒューマギアに操られて赤くなって、でトリロバイトマギアになったりとかね、するんですけども、そのあたりの再現ができますね。この次の段で、ベローサマギアが出るんですけども、それに、絶メライザーとかがついてくるんで、で下半身を入れ替えれば絶メライザーを取り付けられた時の再現ができたりね、するというのも今後ね、できるということですね。はい、ということで今回ね、こちらを2体作ってみたいと思いますが、早速ですね、開封していきたいと思います。はい、ということで、セット内容はですね、この本体と平手のパーツ、そしてシールですね。はい、そしてガムが1個ついております。今回はこのね、シールの貼り分けだと思いますけども、この2、3、4、5番、6、7、8、9とありますが、この4種類をですね、貼り分けすることで、通常状態と、暴走状態が再現できますね。はい。あとは体の方もね、結構貼るところがあってですね、30番までありますけども。この2345と6789の貼り分けで、使わないものが出てくるんでね。まずは通常状態のを貼ってですね。で、こっちを開けて、暴走状態の方を作るということになりますね。はい。とりあえずこの通常状態のシール、針の作業ですね、やって、でこちらの暴走状態のシール針は、カットしたいと思いますので、こちら、シールを貼っていきたいと思います。台座がないのでね、このこちらは貼るところがないですね。台座がどっかで、ダブったりとかすればそれでね、使いたいと思いますけども、今のところ台座の、ダブりはないので、ちょっとこちらはね、貼るところがないですね。はい、ということでね、本体の方にこちらシールを貼っていきたいと思います。
はい、ということで完成いたしました。こちらのね、お辞儀をしているのが通常状態のフューマギア。はい。モジュールと目の部分が青くなっておりますね。多分この状態、イズのお辞儀している状態かなと思うんですけども。はい。まあ、イズもこの体の中はこのようになっているということですね。はい。そしてこちらがマギアに洗脳されたフューマギア。はい。モジュールと目が赤くなっております。まあ、この、まあ、これだけの違いなんですけどもね。まあ、全然違いますね。このやっぱ。まあ、青と赤で全然違います。はい。そしてこの洗脳されたヒューマギアは、このようにトリロバイトマギアになってしまいます。はい。この造形の方もね、かなり似てますね。この肩アーマーは、塗装は銀と白で違いますけども、多分全く同じ肩アーマーだと思いますね。で、胸の部分は中央のアーマーが同じで、まあ、他は違いますけども、まあ、新規パーツですね。そして腰の方は全く同じで、まあ、シールもね、結構似てますね。そして足も、まあ、足もほぼ同じなんですかね。まあ、シールがね、ちょっとこのワイヤーみたいのがあるので、まあ、その辺の違いですね。この膝とか、付け根の部分とかね、ちょっと、もう同じところが多いですね。やっぱこのヒューマギアからトリロバイトマギアになっているというね、この辺の名残がありますね。はい、とても興味深い進化だと思います。はい、ということで今回はソード AI-08 ヒューマギアを組み立てました。まあワンボックスに2つなんですけども、まあこれはやっぱ2つ買って両方ともね、再現してみたいなっていう方が多いと思いますので、これもね、まあ争奪戦になっちゃうと思いますけども。はい。まあこれはね、何体あってもいいものなのでね。まあまたどっかで見つけたら増やしていきたいなと思いますね。はい。これはね、現代版のヒューマギアですけども、旧世代型のヒューマギアっていうのもね、ありまして、それが次の段でラインナップされてるのでね。まあそちらの方もシールでこの、通常状態と暴走状態をね、再現できるので、それもまた2つ買うような感じになるのかなと思いますね。はい、ということでね、次回はこちら、ジオーの方から、劇場版オーバークォーターに登場したバルクス、こちらを組み立てていきたいと思います。はい、ということで以上、トイズガオでした。ありがとうございました。 Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたねー。